どうも、学習塾一期有四号です。今日もやっていきます。よろしくお願いします。ということで、今回の問題は、2019年に行われた島根県の問題です。多分教科書にしっかり載ってなくて、普段ニュースを見たりしてないと、難しいかもしれません。ノーヒントでやりたい人は、今、一時停止をして問題を解いてください。ですが、ヒントが欲しい人は、今からヒントをスライドに書きますので、そちらを見て、解いてください。ってことで、ヒントです。これを見ながら、一時停止をして解いてみてね。では、正解です。正解は、か、です。じゃあ、確認をしていきましょう。今回は、日本の領土問題の話です。日本には3カ所、3国と領土をめぐる問題があると思ってください。この領土は、すべて日本固有の領土です。元から日本の領土ですってことですね。具体的には、北方領土をロシアと、竹島を韓国と、尖閣諸島を中国と揉めていますが、この日本固有の領土に対し、ロシアと韓国が勝手に居座り、中国がイチャモンをつけています。激しい言い方だなーって思った人もいるかもしれませんが、これ、東京書籍の教科書にも書いてあることなんです。じゃあ、次のスライドで、その箇所を引用しますね。まずは、北方領土問題から読んでいきます。1951年のサンフランシスコ平和条約で、日本は千島列島を放棄しました。しかし、歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島の北方領土は、千島列島に含まれない日本固有の領土です。第二次世界大戦後にソ連が不法に占拠した北方領土の返還を、日本は、ソ連を継承したロシア連邦に求めています。次に、竹島問題。竹島は、隠岐諸島の北西に位置し、島根県、隠岐の島町に属する日本固有の領土です。しかし、韓国が不法に占拠していることから、日本は、韓国に対して抗議を続けています。そして、尖閣諸島問題。沖縄県、先島諸島の北方に位置する尖閣諸島は日本の領土ですが、中国がその領有を主張しています。ほらね、教科書通り言っただけでしょ。ちなみに、北方領土は北海道ですが、その北海道の公立高校入試では、必ず毎年、北方領土についての問題が出題されています。また、竹島は島根県ですが、島根県の公立高校入試でも、竹島についての問題は、今回の2019年だけじゃなくて、毎年出ているんですよ。それと、島根の中学では、竹島についての特別な本も配って勉強するみたいで、今回の入試問題は、おそらく教科書じゃなくて、その本から出たから、少し難しかったのかもしれません。まあ、もう一度、問題に戻ってみましょう。今回の答えは、韓国と揉めている竹島の、かです。文には国際司法裁判所ってありますが、これは国家同士の揉め事を解決するためにある裁判所です。そして、裁判をするには、当事国の同意が必要です。つまり、日本と韓国、両方が、裁判しようぜと言わないと裁判ができないのですが、日本が何度やろうと言っても、韓国が裁判を拒否するので、裁判ができない状態となっています。その他の選択肢ですが、尾が、中国と揉めている尖閣諸島で、紀が、ロシアと揉めている北方領土、久が、日本の最も東に位置する、南鳥島です。北方領土の具体的な島と、日本の最も端のところの問題は、別で取り扱っているので、動画説明欄からそちらの問題も見てみるといいでしょう。ということで、話は以上です。最後まで聞いてくれて、ありがとうございました。